どうぞ。はい、共同通信の飯川です。日韓ジソミアについて伺います。日本政府としては一貫して懸命な対応を韓国側に求めてきましたが、現時点では事態の好転に至っていません。懸命な対応の要求に加えて、水面下の協議、踏み込んだ働きかけなど、日本としてこの間、ありとあらゆる手立てを講じてきたと言い切れるのでしょうか。これまでも繰り返し述べてきた通り、日韓当局の間では意思疎通を継続をしてきておりますが、そのやり取りの詳細についてお答えすることは控えさせていただきます。はい、関連して伺います。共同通信の飯川です。この問題で米国はエスパー国防長官をはじめ政府高官を相次いで訪韓させ、韓国側に協定の維持を強く働きかけてきました。この取り組みへの評価と、出航した場合協定継続を強く望んでいた米国と日本の関係に与える影響、これについてはお聞かせください。米国が協定の維持のために韓国側にさまざまな働きかけを行っている、このことは承知しておりますが、第三国間のやり取りでありますので、コメントは控えたいと思います。また現時点で執行した場合の影響、家庭の話について答えることは控えます。はい、関連して伺います。共同通信の飯川です。ジソミアに限らず、現在の日韓関係は1965年の国交正常化以来最悪という指摘もあります。対立の解消に向けて、日韓両国にはどのような取り組み、姿勢が求められると長官はお考えでしょうか。ご指摘をいただいたとおりですね、韓国側の否定的な動きが相次いだ結果として、日韓関係はさまざまな分野で厳しい状況にあると思っています。我が国としては最大の課題である旧朝鮮半島出身労働者問題に関する国際法違反の状態の是正を求めることを含めて、日韓間の懸案につき、我が国としての一貫した立場について、韓国側に懸命な対応を求めているところであります。同時に両政府の関係が厳しい状況にあっても、国民間の交流や経済活動、こうしたものについては阻害されるべきではない、こういうふうに考えます。はい。相次いで秋山と申します。長官ご自身はですね、この日韓ジソミアの延長については今のところ期待感を持っていらっしゃいますか。私自身というよりも、私今のは政府の見解であります。相次いで秋山、では政府としては日本政府としてはいかがですか。政府としては繰り返し先ほど申し上げましたけれども、日韓の当局間では意思疎通を継続しているところでありますが、そのやり取りについては詳細は控えます。前島大臣、この日韓の当局間ということですけど、当局にはどういったところが含まれるんですか。当局というのは基本的に政府なんでしょう。はい、時事通信の方で関連します。韓国側はですね、日本側が輸出管理を譲歩しない限り再考しないという立場を取っていますけれども、確認ですが、日本としてはですね、輸出管理に関する譲歩ということは考えていないということです。我が国は一貫した立場に基づいて韓国側に対して懸命な対応を求めている、そういうところであります。リーランスの秋です。ジーソミアについてお伺いいたします。ジーソミア、日韓ジーソミアで一応日米韓の三国の軍事協定みたいな外形はあるわけなんですけども、2012年以前の状況に戻ったとして、何かしら日本に不都合な、実質的な不都合な部分があるというふうにお考えですか。家庭の問題について、お答えすることは差し控えたいと思います。クリアンスの後にです、家庭の話ではなくて、2012年以前と比べて、今後要するに不都合な面っていうのはあるか。今申し上げましたように、現時点において、私申し上げてた通りでありまして、家庭になりますから、家庭のことについて、政府の立場で現在で答えるべきじゃないと思います。北海道新聞の金子です。桜尾民会についてお伺いします。野党の資料請求当日に招待者名簿が廃棄されていた関係で、5月9日になった理由として、長官は昨日の会見でシュレッダーの利用状況とか職員の勤務時間などの調整を行っていると述べました。この勤務時間調整というのは、
まりシュレッダーを担当する職員の方がいて、その方の勤務時間が限られているですから、そういうことなのか、これで改めて確認させてください。昨日申し上げました通り、大型シュレッダーの利用日を調整したところ、シュレッダーの利用状況や職員の勤務時間等の調整の結果として、招待者名簿の廃棄は5月9日になった、そういう報告を受けています。詳細については、ぜひ事務方に聞いてください。はい。関連でお伺いしました。野党側はですね、この廃棄された招待者名簿の電子データについては復元ができると主張していますけれども、実質的にこれはできるものなんでしょうか。また可能だった場合、復元を行う考えというのはありますか。これも繰り返しになりますけれども、内閣が作成する招待者名簿については、会の終了をもって使用目的を終えることに加え、これをすべて保存をすれば、個人情報を含んだ膨大な量の文書を適切に管理する必要が生じる。こうしたことから、内閣としては、大臣官房の人事課において、従前から保存期間1年未満文書として、遅滞なく廃棄する、その取り扱いをしているところだそうです。定められたルート手続きに基づいて廃棄したと、このように考えています。技術的に復元ができるかということについて、そもそも、検討もしませんし、そういうようなこと、それは1年未満の廃棄って、これ法律の中で決められているわけですから、それに基づいて対処したと、そういうことです。はい。金でお返しするのか、それだね。名簿の事前チェックについてお伺いします。長官、先日の会見で、推薦者名簿と実際の招待者が違うケースとして、社会的に常識に照らして逸脱していた場合などと述べました。ただ、今日の野党ヒアリングでは、内閣府の担当者が、個人情報なので、警察庁に名簿は渡していないと述べました。そうなると、仮に推薦者名簿に、社会的常識から逸脱した人、例えば反社会勢力がでもチェックができません。実証推薦者名簿と招待者名簿が変わらないという見方もできるので、見解をお願いします。こうした名簿をどうして警察庁に手渡すんでしょう。それが全くそういうことしか大変なことになってしまうんじゃないですか。いずれにしろ推薦者名簿については内閣官房、内閣府で最終取りまとめを行って、招待されたかどうかも個人に関する情報であることから申し上げることは差し控えさせていただいておりますが、社会的常識に照らして問題があるような場合には招待されないこともあり得ることは、はっきり申し上げておきたいと思います。朝日新聞です。関連で伺います。この招待者名簿なんですけれども、5月9日に廃棄されたということでした。で、最終的にはどなたがこの日の廃棄を決めたんでしょうか。ルールに基づいて、手続きに従って廃棄したものと承知をしています。いずれにしろ事務方に聞いていただきたいと思います。朝日新聞です。今日の野党ヒアリングでは、政府側から廃棄に使うシュレッダーの予約を、連休前に入れたとの説明がありました。このシュレッダーの管理簿ですとか予約 この記録書などは存在するんでしょうか。そういうところについては事務方に聞いてください。金です。朝日新聞です。廃棄に使われたとされるシュレッダーは1000枚を約40秒で裁断できる性能があるそうですけれども、一方でこの廃棄まで時間かかり、野党側が資料要求をした当日に廃棄されたということは不自然だとの指摘が出ています。このような指摘、どのように受け止めますか。いや、これについても先ほど申し上げた通りじゃないでしょうか。先日も国会で、事務方申し上げてましたけど、大型シュレッダーの利用日を調整したところ、シュレッダーの利用状況や職員の勤務時間等の調整の結果として、招待者名簿の廃棄は5月9日になった、そういう報告をされていたと思います。すみません、あと一点ちょっと確認させていただきたいんですけど、午前中にお伺いした桜を見る会、前日の夕食会なんですが、長官は総理夫妻はゲストのようなものというのはお話ありましたけれども、総理の講演会の主催ということなんで、総理夫妻は、これゲストではなくホストに当たるんじゃないかと思うんですが、その点いや、ゲストのようなものだったという報告を受けています。関連で、今日国会に各省庁に残されていた推薦者名簿が提出されました。野党側は、大半がその
塗りであったのに加えて、まあ、いわゆる政治学の名簿が出されていないというのは批判を受けているわけですけれども、今後どう対応していくと思いますか。まあ、理事会からの要請を踏まえ、公文書管理法や個人情報保護法の関係法令に基づいて、各省庁が保存している名簿について、適切に対応しているんじゃないでしょうか。はい。毎日もなります。先ほどの質問に関連するんですけども、この名簿について、まあ、内閣府ではもう保存してないということですけれども、安倍総理の推薦者について、例えば安倍事務所でですね、その取りまとめた名簿であるとか、あるいは内閣府側に送った、あるいは内閣官房に送ったメールの履歴、そういったものは残ってないんですか。それは承知しておりませんけれども、名簿についてはないということは聞いております。これ国会で答弁します。あと先ほどのシュレッダーの件なんですけども、使用目的を終えるということですけども、昨日の国会でも出てましたけども、基本的には長官もおっしゃったように配慮事項としての連続して同じ人は呼ばないように、でこれをチェックするには前年の名簿と照らし合わせるのが一番簡単だと思うんですけども、これは使用目的には含まれない。推薦するときにそういうことをの中、推薦するときにそういう推薦書をくださいということは申し上げているんじゃないでしょうか。あまりにもないと思います。そうすると内閣官房や内閣府側ではそういった配慮事項を示しながらそれをチェックすることは必要ないということですか。それは完全ではないということを昨日も答弁しております。関連で国会で質問したです。先ほどの質問で私の質問なんですが、警察庁に名簿を渡しているかを尋ねたの、まあ、そのよし、わらしは置いといてですね、そうなるとこの社会的な常識から逸脱している場合というのは、内閣府や内閣官房が審査している取りまとめ、取りまとめの中にそう思われる人には確認しているということです。それは当然だと思います。警察庁に渡すことはありえないと思います。大変な問題になってしまいと思いますよ。東京新聞の金です。桜田民会の推薦者名簿に関連して伺います。20日の衆議院内閣委員会では、内閣官房が総理大臣や副総理、官房長官らの推薦を取りまとめた推薦者名簿の保存期間を1年未満に設定し、会の開催後は速やかに廃棄すると説明しました。一方で、本市の取材では、各会の功労者などを推薦する各省庁で、推薦者名簿の保存期間を最長で10年としているケースもありました。行政機関ごとに保存期間にばらつきがあるのは、情報管理上好ましくないと考えるんですが、今後政府で桜の理解の推薦者名簿について保存期間の基準の見直しなど検討される予定ありますか。さまざまな問題をご指摘されてですね、招待者のこの基準だとか、招待過程の透明化だとか、あるいは人数だとか予算とか、そうした点についてね、もう一度見直しをさせていただきますから、いずれにしろそういう過程の中でいろんなご議論というのがあるんだろうと思っています。今の点にも絡むんですけども、そもそも公文書を残す意義というのは、長官はどういったことが重要だと思いますか。これについては公文書管理法に基づいて、それぞれ の法律の中で決めているところであります。毎日も書いてます。公文書を残す意味の一つとして、まあ、行政機関の活動をチェックするということがあると思うんですけども、今のようにこの1年未満で保存して、使用目的終了後、大臣に廃棄するというのを運用している以上、その活動についてどうやって検討すればいいのか、その点についてはどう考えますか。個人情報が漏洩をする防ぐためとか、そういう形の中で、廃棄したというふうに聞いています。毎日もありがとうございます。今回の特別のケースについてはそういったご説明なんだと思うんですけれども、一般論としてこの1年未満の廃棄というのは運用として好ましくないのではないのかという指摘もあると思うんですけども、それはものによって違ってくるんじゃないでしょうか。そういう判断でありますから、それぞれの確か課での判断の基準で法律的にはできるんだろうというふうに思います。フリーランスの会議で桜を見る会についてお伺いいたします。この会場設営費がですね、平成26年は928万2000円だったんですけども、平成31年は2167万円というふうにものすごく増えている状態です。でその理由としてはテロ対策や混雑緩和ということなんです。
ですが、今回その反社勢力が参加ということを伺いましたら、テロ対策ということも十分ではなかったのではないかというふうに考えますけども、まあ、結果としてそういう方が入られたということは、そのように言われてもやむを得ないことだと思います。そういう意味でですね、例えば先ほどは個人情報の保護観点からありえないとおっしゃいましたけども、例えば警察のチェックとかそういったところも考える可能性はあるんじゃないかと思いますか。まあ、そこはこれから改善をさせていただく中の議論になるんだろうというふうに思います。ニコニコ七尾です。よろしくお願いします。質問がありまして、まもなくですね、フランシスコ・ローマ教皇が来日されます。安倍首相との会談がですね、25日午後に予定されていますが、この会談におきましてですね、北朝鮮による日本人拉致問題の早期解決に向けた理解と協力を得たいといった、そういったお考えはあるんでしょうか。まず明日からローマの教皇という言われるんですか、の訪日中、安倍総理は教皇と会談する予定でありますが、会談でのやり取りについて予断することは控えさせていきます。いずれにしろ拉致問題の解決に向けては、我が国自身が主体的に取り組むことが重要と考えており、ご家族もご高齢となる中にあってですね、一日も早い解決に向けて冷静な分析の上に、あらゆるチャンスを逃すことなく全力で取り組んでいきたい、こういうふうに思います。はい、ありがとうございました。